今日の特集は衆議院選挙です。各選挙区の候補者の戦いぶりを連日お伝えしています。今日は過去最多に並ぶ5人が立候補している鹿児島2区です。頑張りましょう。はい、参政党新人の矢竹ゆかりさん、61歳。先人たちが守ってきた日本を若者のためにしっかりとした状態でバトンを渡していきたいと思います。北九州市出身で、立候補が決まってから初めて鹿児島を訪れました。各地を回り、有権者の声に耳を傾けます。指宿市では農家の現状を聞きました。参政党の南九州市議会議員市千恵さんは、矢竹さんのことをお茶目な人だと話します。私たち日本なめんなっていうテーマで言ってるので、すごくいかつい顔してポスターやってるんですけど、実はすごくチャーミングなんです。自身を普通の主婦だと話し、世襲や団体に頼らない国民目線を訴えます。私たち国民が一番に望んでいるもの、それは使えるお金を増やすことです。我が国日本は税金の税負担率 45% ですよ。1年間一生懸命働いても半分が税金として持っていかれる。誰がこんな国を望んだんでしょうか。共産党新人の松崎誠さん、66歳。県議を4期16年務め、国政選挙への挑戦は3回目です。安心して平和に暮らしていける、そんな未来を子どもたちにつないでいこうではありませんか。各地区を回り、街頭で国民の命と暮らしを守る政治づくりを訴えます。共産党の小池晃書記局長も応援に駆けつけました。馬毛島の問題、仙台原発の問題、ずっと取り組んできた方です。今ここ鹿児島では市民と野党の共闘の要としても大きな役割を果たしているのが、20年以上訴え続けるのは戦争反対です。政府がなすべきはこのように軍事対軍事の対応で敵対姿勢を示すことではなく、どんな揉め事があっても決して戦争にしない、平和の外交努力、粘り強い話し合いによる平和の準備ではないでしょうか。無所属の前職で2期目を目指す三田園聡さん、66歳。県知事を退いてから続ける辻立ちはライフワークです。私はこの4年間ずっとですね、手を振り続けてきましたので、もう皆さんもそれ分かってるんですね。知名度は抜群ながら、草の根の選挙戦を展開しています。現場主義を貫き、とにかく歩く歩く。街頭では地元から国会議員をと熱く訴えました。三山も南薩も奄美も三田園聡にお任せください。本当に元気な鹿児島2区を作って、必ず皆さん方に恩返しをしてまいります。無所属でありながら国会では自民党会派に所属。自民党の公認は得られなかったものの、自民党の友好団体である建設業の一部が支援、公明党の関係者の応援もあり、演説会では比例区は公明党の呼びかけも行っています。国会でもですね、何回となく質問をいたしてきました。やっぱり年金の問題も大事ですし、介護の問題とか医療、そして物価が高いのでね、でそういう問題とか皆さん方の生活を少しでも良くしたい、そういう思いでずっと取り組んできました。日本維新の会新人の辻健太郎さん、38歳。前回の衆院選では東京7区から出馬し落選しました。今回は出身地奄美市を含む鹿児島2区からの出馬です。この
鹿児島だけが持つ空気エネルギーは外から来た人間、外から見ればものすごく大きな価値がある。この価値を世界へテクノロジーとともに広げていく、日本の未来を鹿児島から作る。アメリカに留学し起業、アメリカでは家賃が払えなくなり路上生活を送った経験などから格差を是正するための政治改革を訴えます。理不尽な格差は未来を潰す。日本の未来には希望が必要です。アメリカで未来を見てきました。力を入れているのが動画配信などインターネットの活用。街頭演説を撮影したものを SNS で公開し、直接演説を聞けない人にも声を届けます。全てが良くなるためにはどうすればいいのかということを真剣に考える、真剣に考えればこれから世界は変わっていく、日本が変えることができる、そんな日本を鹿児島から始めていくことができる、私はそう信じてます。自民党の前職、安岡弘武さん、51歳。この3年間地方創生一筋に取り組んでまいりました。私の主張している地方創生は民間主導、行政サポートの地方創生です。前回の選挙では比例単独で初当選、今回は必ず選挙区から勝ち上がると意気込みます。自民党の公認を得て多くの友好団体の推薦を受けています。しかし公明党からは推薦を受けていません。石破総理は鹿児島を激戦区と位置づけ、安岡さんの応援に入りました。日本にとって必要な人です。自民党にとって必要な人です。次の時代にとって必要な人。友好団体の引き締めを図り、組織票固めに余念がありません。令和の政治家として先々を見据えた政治ができるのは自分しかいないと若さをアピールします。20年の皆様と共にこの地域のビジョンを作っていける、それが安岡弘武です。安岡弘武、全身全霊全力で取り組んでまいります。そして全人格をかけてこの選挙戦ってまいります。前職同士の保守分裂に新人が入り乱れる鹿児島2区、波乱含みの選挙戦、票の行方は。投開票は今月27日、あと4日になりました。 KYT では午後7時58分からゼロ選挙を放送します。鹿児島の開票状況などいち早くお伝えします。ぜひご覧ください。